はい、皆さんこんにちは。ひなです。さかです。ヘイティブログです。前のビデオで日本に住んでて恋しくなるドイツのものについてを話しました。で、今日はその逆に、はいはい、まあ、日本から離れたら、うん、何が恋しくなる、そういうことね。ドイツに住んでて日本の恋しくなっちゃうもの、あの私たち世界一周してる間をなんか恋しくなってたことがあったし、うん、みんな探してるかわからないけど、ここに住む前に一回留学してた、うん、日本の留学からドイツに帰って2年間またドイツに住んでた、うん、でその間にめちゃくちゃ恋しくなってたことがいくつかあって、皆さんに日本の恋しくなりそうなことを紹介したいと思います。まずは話さなきゃいけないのがもちろん食べ物でしょう。日本食。日本食。いやー、日本から出たら本当に毎日恋しくなってるのが日本食。日本食ほど美味しい料理世界にないからね。ない。私たちもなんか世界一周してる間に恋しくなってたよね。なってた。だからインスタントの味噌汁とか持ってってたしね。ちなみに特に欲しい食べ物はもちろんお寿司。うん日本で安くて美味しいお寿司はどこでも食べれる。100円寿司とかあるからね。スーパーとかで売ってるお寿司も、うん、ドイツのレストランで出してるお寿司より美味しいからもう本当にお金を使って食べなきゃいけないよ、海外は、うん、まあお寿司は本当にこう食べたいって。そうだね。で、他にはまあもちろんうどんとかラーメンとか、別に簡単なものでも牛丼とか。だから日本の食べ物は本当に本当に欲しくなる。次に話したいのは、うん、日本のシーズナルイベント、はいはいはい、どの季節にもなんかの楽しめるイベントがあるでしょ。春は春だと花見、夏だと花火とか盆踊りとか、うん、あるね。秋だと紅葉、うん、冬だとどう、何スノーボードそれはイベントかなそれぞれのシーズンをイベントにすることがめっちゃ日本っぽい、うん、こうテレビとかでもやったりして、まあ明確にね季節が分かれるからね日本の場合は。あ、それもあるかも。4つのシーズンがあることと、それぞれのシーズンの中にめっちゃ楽しいイベントがあることは、うん、日本から出たら恋しくなりそうだなと思う。まあ確かにそうかもしれないね。次はお店についてです。日本から出たらどうしても行きたいお店がいくつかあって、うん、1個がコンビニ。あ、日本のコンビニは最高すぎて、確かに世界中にあってほしいあの24時間営業やってる、おにぎりとか美味しい弁当とか、うん、あの飲み物とかもう何でも美味しいもの売ってるから、うん、お菓子とか、いやー本当に便利だなーって。確かに日本のコンビニは超便利だね。世界一便利だと思う。世界一便利で、でもう一つのお店が日本の100円ショップ。ああ、ダイソーとかね。なんかクオリティが高すぎない？100円で売ってて、100円の割にそれ作れるっていうクオリティのものいっぱい売ってるからねやばいよ。イノベーティブな感じのものもあるし、あとめっちゃ可愛い皿とか、うん、食器とかも揃うもんね。食器が、まあ、ドイツでもあるユーロショップ、100円ショップ、まあ1ユーロ100円じゃないからちょっと高いけど、いや1ユーロショップってドイツにもあるんだよね。あるあるけど全然ゴミしかないあのコップとか売っててもこう品質が悪すぎて、あこうデコボコしてるとか。はいはいはい、確かにドイツに行った時に一回一緒にねユーロショップ行ったけど、ダイソーのクオリティの半分以下って感じ。そうだから日本の100円ショップが本当に欲しいなーって。次に話したいのが日本のサービス。サービスのレベルは世界一だと思うよ。そうだね、世界一です。別にチップとかもないし、それでもみんなが笑顔でいらっしゃいませ、もう本当に最高だよ。よく考えるとすごいよねだって海外だと普通にさ、なんかショップの店員とかがさ普通にスマホでなんか見てお客さんが相手しないとか全然あるし、そう別に、いやなんで私のお店に来たみたいな顔をしてる。そうそうそう
適当に仕事してスマホ見てゲームやってみたいな。だからゲームやってる人もめちゃめちゃ多いよ海外。携帯のゲームやりながら接客してるとかすごい多いし、サービスのレベルが日本以外低すぎて、そう比べたら日本のレベルが高すぎて、うん、だから日本に慣れてると海外行ってショップ店員の対応にイラッとする時もあるよね。日本最高。次に話したいのが私の大好きな温泉、うん、海外には一応温泉のところはあるけど、うん、ちょっと日本と違ってテーマパーク的なところか自然に外にあって何もファシリティとかがないところ、だからその2つの種類しかないから、ちょっと日本はちょうどその間のファシリティがあってちゃんと整理して全部がきれい、うん、でかつ大自然の中にある、そう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 、それが本当にいい。下呂温泉とか温泉の街に行って高級の旅館に泊まって美味しい日本食を食べて、その後でとかその前で温泉に入ったりするのが最高。うん、まあ、でもドイツのスパに行った時に一つびっくりしたのは、まあ、基本みんな水着着るじゃん、はい、だけどサウナに関しては男の人も女の人もツッポンポンで同じサウナの部屋に入ってサウナ楽しむじゃん、はい、それはびっくりするよね。外国人からしてなんで水着着ないんだろうね、サウナの時だけは。暑いからかな。次はカラオケについて話したいと思います。おお、カラオケ文化。さあ、私はカラオケが大好き。カラオケは一応ドイツとか海外にもあります。カラオケカラオケは海外にもあります。あるね。俺カナダ行ってバンクーバーにもあったもん。日本みたいにこうプライベートの部屋を借りてそこで友達とワイワイしてお酒飲みながら歌を歌うじゃなくて、うん、バーの知らない人の前でステージに上がって、はいはい、スポットライト浴びてスポットライト浴びて歌わなきゃいけないから結構勇気がいる。そうだね、全然違うよね楽しみ方が。でも別に上手じゃない人もカラオケが好きでしょ、うん、私も別に上手じゃないけど、うん、友達の前でいいけど知らない人の前では迷惑じゃない。だから日本のカラオケがもうちょっと世界に広がってほしい。次に話したいのが日本のお土産文化。私から見るととてもいい。どこかに旅行に行ったらその場所のお菓子とか買ってみんなに配る。ちょっと買わなきゃいけないことも面倒くさいなと思ってる人がいるかもしれないけど、私はいつもめっちゃ喜んでさ、もらったりすることも楽しいし、自分で選んで他の人にあげるのもめっちゃ楽しいから。でもさ、合理的に考えるとさ、今の時代ってさ、アマゾンでさ、何でも買えるじゃん。こっちってやったらさ、何でも買えるからさ、わざわざさ、旅行行った人がさ、旅先でさ、そこに売ってるものを買ってスーツケースに詰めて重たい中持って帰るって非合理的だよ。ダメダメダメ、はい、日本人じゃないよ、北朝鮮のスパイだよ。最後に話したいのが日本のお祭りです。お祭りとお祭りの食べ物。やった、また食べ物。たい焼きとかたこ焼きとかお好み焼きとか全部美味しい。チョコバナナ、そうだから夏にどこかの神社の祭りとか、うん、花火大会とかね、花火大会とかに行ったら祭り自体ももちろん楽しいけど、うん、ずっと食べれることももっと楽しい、うん、あ、そういえば日本祭りはドイツとかのいろんな町にやったりすることはしてた。ジャパニーズフェスティバルミュンヘンとかにもあったりする。はいはい、でもそれは年に1回1日。そこでは屋台とか出てるのかな。出てる。ああ、じゃあそこでちょっと楽しめるじゃん。うん、でもたこ焼きとか高いよ。日本から出たら恋しくなってることはもう結構食べ物とつながってることが多いかもしれない。そうだね。一番日本から出たら恋しくなるものは食べ物です。絶対恋しくなるよ。恋しくなるよね。なので、日本から出ることがあれば日本の食べ物を持っててください。そう、インスタントで持ってくれるからね。このビデオがここで終わりにしたいと思います。ぜひいいねボタン押してください。まだチャンネル登録してない人もチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画が3日後にアップされるのでその動画でまた会いましょう。バイバーイ。